皆さんこんにちは、令和新選組の八幡愛と申します。ちょっと機材が整わないので少しマイクテストも兼ねて歌ってきますマイクテストを兼ねて歌うっていうね、もうむちゃくちゃな声道なんですけど、はい、令和新選組の八幡愛と申します。マイクテストをさせてください。ちょっと軽くね、歌を歌わせてください。その間に機材が整うであろう、令和新選組次の参議院選挙出る予定です。雨上がりの空を見ていた、通り過ぎてゆく人の中で悲しみは絶えないから、小さな幸せに気づくないんだろう。時を越えて君を愛するか、本当に君を守れるか、空を見て考えてた。自分のために僕ら何ができるか、忘れないで、どんな時もそのために僕らはこの場所で同じ風に吹かれて同じとこ生きてるんだ。令和新選組の八幡愛と申します。次参議院選挙出るんですよ。でここでね、政党の政策の話とかいろいろしてるんですけど、ちょっとねマイクテストを兼ねていつも歌うということをやっております。よかったらチラシだけでもお持ち帰りください。令和新選組八幡愛、新年のご挨拶凱旋ということで、YouTube でも配信したいんですが、なんとマイクがつながらないね、そんなトラブルも起きておりますが、元気にやっていきたいと思っております。はい、皆さんこんにちは、令和新選組八幡愛です。よかったらチラシだけでもお持ちください。私たち積極財政を訴えているんですね。積極財政って何か、とにかく国はお金を出していくべき、どん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 お金を出せるなら出していくべき。今25年間デフレという状況が続いています。お金足りてないんですよ。お金足りてないなら国がお金を吸って、通貨発行権があります。国はお金使うことができる、国はお金を作ることができる、お金を回していこう、そう訴えているのが私たち令和新選組でございます。 YouTube のマイクは私がね、なんかやり方忘れたからかな、すいません。君にまだ大人にして伝えてないことがあるんだ。それはきっと出会った日から君を愛しているということ。君は空を見てるか、風の音を聞いてるか、もう二度とここへは戻れない、でもそれを悲しいと決して思わないで、忘れないで、どんな時も。ありがとうございます。きっとそばにいるから、そのために僕らはこの場所で、雨に打たれ浮かれて同じ時を生きてるんだ。どんな時もきっとそばにいるから。大きな音で失礼をしております。令和新選組の八幡愛と申します。はい、YouTube でも配信したいんですが、無事じゃないと思います。かな、